ウィリアム・フットキンスはアメリカ合衆国の俳優である。1948年テキサス州ダラスに生まれる。高校卒業後プリンストン大学へ進学して天体物理学を専攻。しかし後に演劇に興味を抱き始め、1970年代初頭にロンドンへ渡って演劇学校ロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・アンド・ドラマティック・アートで学んだ。 イギリスで活動を開始させ、1973年にビッグ・ザッパーというイギリス映画で俳優デビュー。後にアメリカへ帰国し、1977年にロバート・アルドリッチ監督の合衆国最後の日へ出演し、同年ジョージ・ルーカス監督の代表作、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなある希望へも出演している。1980年代に入っても、精力的に、 役者活動を続け、スティーブン・スピルバーグ監督で、ハリソン・フォード主演のアドベンチャーシリーズ映画第一作目、レーダース、失われた、アーク、世紀へも出演した。1989年には、まだ若手だったティム・バートンが監督した、バットマンへ出演し、ジャック・ニコルソン演じるジョーカーに手を貸す、悪徳警部、エックハートを演じて、印象を残した。晩年は、 デンマークやイギリスなどのヨーロッパ制作映画に精力的に出演し、ジョン・マルコビッチが映画監督のスタンリー・キューブリックになりすました。詐欺師を演じたコメディ映画、アイ・アム・キューブリックが遺作となった。映画以外でも舞台での活躍でも知られており、ロンドンの舞台などで数多くの演目へ出演。イギリス国内のラジオドラマなどでも声優として活躍し、 アメリカと英国の両方でキャリアを構築し、俳優としての格好たる地位を確立した。前述にもある、ルーカス監督のスター・ウォーズで、レッド・6を演じたことで知られており、2001年には来日して、当時渋谷区にあったガング店でサイン会も開催された。2005年、カリフォルニア州サンタモニカで水岸で死去。57歳だった。ありがとうございます。